サピューチュー、どうもソーシュミュージックです。はい、ということで本日はですね、11月30日でございます。ということでですね、本日は、エアフォース1のですね、ロカフェラーのモデルの、発売日ということでですね、なんですけども、本日ですね、ちょっと仕事の都合でちょっと朝から並びに、参加できなくてですね、今ですね10時半でございます。で、聞いたらですね、朝の抽選は、大体10名ぐらいしか、大阪のスコラボは並んでなかったみたいな感じで、今ちょっとね、都合ついたので、ちょっとスコラボに、ちょっとまあ数ないとは思うんですけど、ちょっとワンチャン残ってないのかっていうのをちょっと見に行きたいなと思います。完全ね、希望はもうないというか、諦めた方がいいなとは思うんですけども、ちょっとね一回行ってみようと思います。ちゃんとねドレスコードのフォース1は履いてはきてはいるんですが、抽選というわけではないんですけども、ちょっと行ってきます。あればラッキー、なければそりゃそうだなんですけど、行ってきます。ちなみにないとは思うんですけど、もうロカフェラって完売しますよね。はい、はい、了解です。結構並んでましたね。そうじゃあ20名ぐらいです。20名、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、はい、ということでなんですが、まあ期待はちょっとしてなかったんですけども、やっぱりなかったです。で、並び自体はですね、まあ、聞いたところ、まあ、20人ぐらいということだったんですが、まあ、それでもう在庫がないということなので、まあ、結構数自体もね少なかったんじゃないかなと思います。まあ、いろいろネットとかも見てるんですけども、まあ、結構、まあ、1万前後ぐらいのプレ値がついているので、まあ、結構全体的に数が少なかったのかなと思うので、ちょっとどうしようかなと。まあでもあれは欲しかったモデルでもあるので、まあ、ちょっとプレネで行こうかどうしようかっていうのはちょっと悩んでるんですけども、まあまあ、12月にもね欲しいモデルっていうのがいくつかあるので、まあ、そっちに置いておくかなとは思ってます。まあ、ちょっと今後ロカフェラに関してはどうしようかなっていうのは悩んでおりますので、もしまたゲットするようなことがあればですね、動画で紹介したいなと思います。まあでもそもそも抽選自体に参加できなかったっていうのはちょっとへこみますね。まあちょっと仕方がないといえば仕方がないんですけども、まあ次回以降頑張りたいなと思います。ちょっとまあ戻りますということで、本日はですね、エアフォース1のロカフェラが、まあ抽選にも参加できてないんですけども、ゲットできなかったでした。また次回動画でお会いいたしましょう。See you later. Bye bye. 3.26 Any Air Max on your feet. Get the air, get the max. Show me what you got. Air Max, Air Max, Air Max.